逆に腕のオイルトフってここどうするんですかね、他の人たちって。私これしか知らない。私普通につけて、ここからつけちゃう。あ、ここつけ、つけて下がってきて、下がって腕持ちながらここつけて、ここつけて、私は後ろまでやらないけどこういう感じでつけて、手の方に行くみたいな。こっちどうしてます、外手こうして、こうこうして、うん、足の内側ひじとか、なんとなくなんかラージュをしながらつけていく。はい。で、先のも出たんだけど、トフと手技を分けないこと。触った瞬間からもうどうやって触ったら気持ちいいかな。うん、なるほど。塗ってますよは極力減らしたいぐらいに、どうせ触れてるんだから気持ちいい方がいいじゃない。なるほど、なるほど。で、それなじませながら、あ、こういうの気持ちいいなみたいな。なるほど。で、好きでやると、はい。ここから始まりますね。早いですね。速さの方がいい、いいことがある。ゆっくりにしようと思ったことがなかった。入れた状態のまま。初めだからもっと得意な方がいいかな。なんか滑らかで悪くはないと思うので、なんかじわーってやってもらった気持ちよさが初めだからかも。こっちの方がなんかこうされてる感が、なんか味わえるよね。だん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 、そう、なんかね、トイレが慣れてる人ほど結構パパパパやっちゃうのね。で、結果なんか見た目はかっこいいの、ただ抜けてる方が気持ちいいかっていうとそうではないから、その辺もなんか少しアンテナ持ってみると心地よさ変わるかも。主義としてはできてるんだけど、なんかより心地いいってどうかなって考えると、意外とちょっとなんか、なんだろう、ちょっとどんくさい感じのテンポの方がお客さんがなんかちゃんとじっくり味わえたりするから。ちょっと嫌いな人が多いと強いこと言われますけど、でもここに来るようになってから、自然にベッドに、それもみんな両方小指を入れるんだけど、小指側を外してみたらどう？こっちを、うん、こっちだけ、うん、自由になるのね、うん、で、意外とこうパンって張らせてしまうとやりづらいの、うん、ちょっと緩んでる方が押せるのね、うん、だからちょっと私もこっちを外して、なんかこっちの手の動きがいいようにしてたりする。なんかこう柔らかい状態で押せる、うん、これすぐ抜いちゃうと、これもなんかなくてもいいだろうけど、もう親指をちょっとこうキュッてなるから、少し寝てあげると。そうですね、言われてみれば、私これ両方ないとやりすごいやりやすい気がしてきた。そうなんだ、昨日も みんなこうやってやってて、そう、で、それ逆に制限が、多分私の手にすごい制限がかかるのと、こっち側の手がすごい窮屈そうに頑張ってて、ね、外した方が自由に動けるし、なんかこっちの方が多分、親指がかけてもいいし、もっと大きな人だったらな、入れない方が一番入れやすかったりする。でピンって張っちゃうと本当押しづらいもんね、逆に。そうですね、ちょっとこうたわんでるぐらいの方が、お客さんの手のこう張り感も多分緩んでる方が分かりやすい。それは無理に押さなくても入るじゃない。そうすると こうもいいんだけど、結構重ねて、へで、じわっと押すと硬い人とか、あと男性のお客さんとかは両方押しにして、ちょっと回してあげるとか、ぐるぐるとか、結構入るね。ぐーって頑張らなくても、どうでしょう、圧どうですか、いつもいい、分かりよ、
で、あと意外なとこでこっち側ばっかりやるんだけど、うん、すごい気持ちいい。なんかすごい受け手のプロだけど、ちょっとこっち側、うん、親指の周りとかに帽子っていうのが他じゃなくて、この張ってる子で、ここはあまり曲げないように使ってみて、で立てたいのであれば手首ごと、そうそうそう、あ、どうですか、あ、ちょっと強い、ちょっと強いですね、あ、もうちょっと強くても、あ、ここも緊張する。そんなにここキュッてしなくていいので、なんかここだけでこうするんじゃなくて、手首を上げてあげるとこう手首で動かせるじゃない、うん、オーバーだけど、うん、これでやるとここで動かさないといけない、うん、そうですね、ここ立てたら手首、まあ、オーバーだけどね、これは、うん、手首を回すような感じで指が使えるんですね、まあ、僕は分かんないから、うん、でもお腹はお腹でアプローチしたりするとどうでしょうっていうのは先輩からも、お兄さんの方が圧が入ってやりたいな、もうちょっと強くてもいいか、強いというか、ね、なんだろう、うん、やめて、うん、深い、深くてもいいかなって感じ、イメージが表面になってる、ね、なんか表面触られてる感じ、イメージの中でこのさっきの骨あったでしょ、はい、かあれをイメージした方がいいかな、筋肉より、皮膚と筋肉ぐらいまでしかいってない、はい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 、もう少し骨格意識して、いくとちょっと入ってるね、うん、入っちゃうすごい、こんな言っていいんですね、ドキドキしちゃう、なんか指の骨がなんかどこにあるのかが分かるような感じで、分かろうとするイメージで触っていくといいかも、あとはさっきのワンちゃんの散歩の話したけど、無理やり押し込むじゃなくて、なるほどなるほど、手が自分の指を受け入れてもらえてるかな今っていうのが大事、うん、それを押し込むようにやっちゃうとねじ伏せる感じになってるから、確かにその辺なんか受け入れてもらえて大丈夫かなっていうのも確認しながら、目指す、目指すというかイメージをしているのはこう中の骨があって、骨を押すわけじゃないんだけど骨のイメージをしていくと指が奥に入りやすくなります、好きな人はいいか、これ深すぎてないんですか、大丈夫、全然優しくないですね、忘れちゃうじゃないですかね。表面だけだったらこういう感じ。なるほどなるほど、はい。これこれフィリピンに気持ちはいいんだけど、もうちょっと骨を触っていくとリフレの感じ。こういうあたり。こういうところ。なるほど。結構いけるでしょ。そうですね。痛いとか痛くないとかも全然。これで無理やりやろうとするとちょっとこう確かに怖いし、ピクなってくるけど、ちゃんと一緒にこう自分の指と一緒に押されてる方も動いてくれてるかな。なんか無理な感じだとこういう風に押したりとか、こう風にするとちょっとこう不快じゃない。なんかこう。無理やりされてる感じで、押してちゃんとこう一緒についてきてるかなーっていう、押してっていう感じ。わかりました。あ、あと指もやるのか、さっきの早い感じ、はい、私多分ゆっくりだよね。そうですね、こうあとガチャガチャ化されてる感じ、すごい手技って細かいじゃない、そうですね、あっという間に終わっちゃうの、1箇所が、うん、だからちょっとこうなんかねちっこいぐらいが、ちゃんとこうお客さんが受けてる感じを味わえる、やってることは やれてるんだけど、うん、もったいないかもしれない、でしかもちゃんと指先までしっかりやってあげると、なんかこう離れた時にわーっていうのが戻る感じ、確かにマリさんのあの手じゅわーすごいですね。あれでも結構早いんだよ。あ、今日の動画はいかがでしたか。このチャンネルでは主にセラピストさんに向けて技術や考え方、お客様と長く付き合っていくためにはどうしたらいいの、そんな内容をお届けしています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そしてもっと知りたい、学びたいという方はメール講座無料で配信していますので、よかったら概要欄の方から登録よろしくお願いします。